ルビは、フランス海軍のルビ急援主力潜水艦一番艦。艦名は、ルビーのフランス語読みに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦は二代目にあたる。当初の艦名は、プロバンスが予定されていた。ルビは、DCN シェルブール交渉で建造され1976年12月11日に、寄港、1980年12月18日に、ルビに改名され、 1981年7月7日に浸水。1983年2月23日に収益し、トゥーロン海軍基地に配備される。ルビの大やけ身における微調整は長期に及び、特に水中航行検査は1000時間を超えた。収益当初はエグゾセ対艦ミサイルの運用能力は与えられて、おらず、後日回収で運用可能となった。 ルビは1985年に発生した対外治安総局の破壊工作活動を支援するために太平洋に展開したとされる。グリーンピースの主張によれば工作員たちがニュージーランド警察に拘束される前に潜水艦によって回収される手はずであったとされる。湾岸戦争に参加し、その後の1991年5月18日に ニューイコールサンジョルジュと命名都市の関係を結ぶ。1992年9月から1993年7月までアメテイスト改正に対応した改修工事が実施される。改修後間もなくの1993年7月13日にタンカー、ラリアと衝突する。1999年にはコソボ紛争におけるトライデント作戦に S605 アメティストと共に参加し、 セルビアコトル海峡付近に展開し、ナト o 軍に必要な情報収集任務と、セルビア海軍の封鎖の任務についた。2002年、アフガニスタン紛争でのヘラクレス作戦に参加し、インド洋において第473任務部隊を支援した。2007年3月30日、水中航行中にソナーが海中物と接触し損傷した。その後修理に出されている。 グリーンピース・ザ・ボミング・オブ・ザ・オーリアー、ハットスース、マリンニュークリジャー D、アタックリビーアーカイブド2014年10月24日、ATTHEWYBACKMACHINE.NETMARINE.NET ありがとうございます。